これが噂の太陽拳。どうもチャプでスプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということでガチマッチやっていきましょう。今回使っていく武器は若葉シューターですと。ちなみにガチエリアの S 黄色の線もうちょっと届くかなっていうところなんですけど、1個日々入った状態ですね。前さいい感じで進んでたんですけど、全部割れてさ新品になってまたちょっとだけ増やしてきましたね。うん黄色の線越えといてよかったって感じですね。ギリギリ S はキープしております。さあ頑張って黄色の線越えていきましょう。黄色の線越えたら別に負けても問題ないですからね。よし行くぞ。初心者マークなんですよ。若葉マークイコール初心者マークみたいな力見せていきましょう。いかにねインクアーマーを回して味方さんのサポートをできるか、それがね勝敗に関わってくると思うわ。全部味方任せていこうと思ってる今回の僕はもう全て味方の人に任せていこうと思ってる。危ない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 。普通に強い普通に強い普通に強い。スプラシューターは普通に強い。ほんまに誰が見ても分かるくらい強いから気をつけなあかんな。とりあえずインクアーマーどうぞ。でボムを転がしつつ、焦ったあかん焦ったあかん焦ったあかんぞ焦ったあかんぞ焦ったあかん焦ったあかん。安心しろ安心しろ安心しろ。インクアーマーが私にあると、インクアーマーは私にあると、インクアーマーに愛されているんだと私はそれを信じていくんや。チャップ、おインクアーマーじゃないわ、スーパーチャップしてるわ。ほんでボム転がして、やばい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 、逃げろ逃げろ。危ね、危なほんまに。よいしょ、危な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 。今確保されてるからな、ここどうやって頑張っていくかと。長生きしたぞ結構ボムをうまいこと使っていってあげたいんですよね。そしたらいい感じにサポートできると。ハイドラントじゃないっす、ありがとう。今のは完璧ですよね。遠距離の人が遠距離をさばいてくれるなんてありがたいんだ。ありがとう、感謝永遠にやで。はい、ナイス。さあ敵の人が来えへんように見つつ、雨降らしでやられへんようにも気をつけとかないとね。インクアーマーを使ってあげたいからな私は。インクアーマーに愛され、インクアーマーを愛す男としてね、まあ、それは大事なんですよね。ボムがおると、ボムじゃないや、敵の人がおると、前線をある程度上げてあげたいんですが、突入すぎたら僕はやられるの気をつけなあかんな。よし、ナイスしてボムばっか投げとこう。はははは、いい感じ味方。インクアーマーどうぞ。これで少しはねサポートできたらなと思っておりますが、雨降らしが怖いです。雨降らしが怖い。大雨チャプチャプ警報や。あーとつりすぎたやつやそれね。まあ、頑張って頑張ってまたねゆっくり前線上げていきましょう。さあインクアーマー使っていってあげたいな、もっと使ってあげたいな。今2枚落ちてんのか、あんま無理したらダメですね。これゆっくりボムでも投げつつ、スペシャル貯めつつ、味方の人も蘇生を待ちましょう。位置取りさえしっかりすればね大丈夫やと思う。ポイントセンサーなんてね怖くないさ、チャップにかかれば怖くないさ。よいしょ、オッケー。インクアーマー1個発動させてシュッと、今入っていこう今入っていこう、入っていける時に入っていこう。これは入りすぎたんちゃうか、大丈夫か大丈夫か。ああ入りすぎチャップやん、もうちょっとゆっくりしたらあかんかったやつ。後ろでシンプルイズチャップということで、さあ飛びましょう。もうやばい、安西先生が言ってるから、諦めてあかんぞって言ってる。こういう時いつ攻めるか、攻めるタイミング言うのもね大事やと思う。今こそエリアをなんとかキープする時や。よーしゃいい感じや、よし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 、ナイスナイスナイス。いいよ、こっから逆転していくよ、うちのチームは強いよ。こっからうちのチーム逆転するぐらい力は持ってるから、本当にそれがねチームチャップのエリアチームなんです。エリアチーム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 、よっしゃい、オッケー、出るとき出るで、チャップやで、言うてインクアーマーつけていきましょう。オッケー、逆転できるよ、しっかりしっかりボム投げて、インクアーマー回して、インクアーマーとボム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 、おっと、スーパーチャップを発動させてなかったよかったぞ。あぶな、ほんまに。ハイドラントの人のスーパーチャップ危ないからな。さあ、コンペイトーボムで敵の人を虫歯にしていきましょう。はい、虫歯パワー全開。虫歯パワー全開してるね、ほんまに。ボム投げていく。11秒ですからね、いい感じに潜伏して、潜伏して、潜伏して、よいしょ、オッケー。さあ、雨降らしでエリア取られへんように見ていきましょう。ナイス、諦めへんかったんちゃうこれ。シンプルに諦めへんかったら勝てんじゃない、勝てんじゃない、いやーっしゃいい感じでしたね、いい感じにサポートできて、出るとこ出てボム投げたんちゃいますか。コンペイトーボムがいい感じに牽制できてたと思うんですよ。間違いなくこの1試合で敵の人4人全員虫歯になりましたね。バイキンマンもびっくりな実力やったと思う、適当言うてます。5回回せたんですね、うん、いい感じですね。あ、やったよ、黄色の線越えたよ。また割れてね S ピカピカになっても問題ないですよ。若葉って初心者でしょ、ピカピカなってもええやん、ピカピカの1年生みたいな、しょうもないから次行こう。はい、揃いました、頑張っていきましょう。ザトーマーケットやったから縁側がいいですね。射程長い武器の方が良かったかな。僕プライムと迷ったんですけど、どうかな、なんか射程長い武器強そうやな、どっちもって今なんか不安になってますけど、大丈夫ですよ、いい感じでキル取れてましたもん若葉だって。この短射程舐めてあきまへんでいうことで頑張っていきましょう。
敵のボールドの人光ってない。それの時点でもうビビってますけどね僕は。光ってんやん、もうやめてよ、強いじゃんって、もうすぐビビんねんチャップやな。ということでハイドラントの人、僕のボムでなんとかうまいこと牽制していってあげたいんですが、ナイスですね、早いわ、ほんまに早い、うまい、強い強い、敵強い、味方の人めちゃくちゃ強いぞ、これ味方の人最強説出てる、これボムを転がしてこの辺でちょっと潜伏していってあげたいんですが、これスーパージャップ溜まってるな、これ無駄に吐かして、吐かして、吐かして、ここで仕留めていく、仕留めていかれへん、ボムでやられる、おやすみなさい言うて、味方の人ごめん。あ、強い、味方の人めっちゃ強い説ある、これこれ僕ただの負担やったけど、いい感じに行きましょう、僕はインカーマーに愛されたいね、インカーマーに愛されたい、ほんまそれだけの願いなんだ、願いを叶えさせてくれ、インカーマーに愛されたいという可愛い願いなんだ、それだけを愛させてくれ、愛させてくれ、頼むわ頼むわ頼むわ、危ない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 、うお、なんかワープしたぞ、アップルや今の。なんだ今のワープは、瞬間移動したぞ、瞬間移動カメハメハ言うやつやん、たまに僕実況で言うやつやん、それインカーマーどうぞと、インクアーマーを貼ってあげることによって味方の人もね前線を上げれると思うんですよ、そのあれでしょ、カーリングのバルンバルンバに隠れてくるインクアーマー作戦でしょ、インクアーマー作戦じゃないわ、何やったっけ、イカ忍者作戦ですね、興奮しすぎてわけわからん言うてますわ。イエーイ、2勝目いただきました、いやーいい感じですね、確実にサポートできたわ、とつる味方の人がおったらね若葉めっちゃいいと思う、インクアーマー早く貼ってあげたらその人らが前線上げてくれるから自分がねとつらんでもいいんですよ、中盤を維持できる、いやーいい感じやった、もう感謝永遠にや、これが短距離軍だよな、遠距離の方が良かったかなって不安に思ってた自分がバカらしくなったわ、やっぱり短距離最強ですね、若葉最強、初心者最強ということで、もう一試合だけ行こうかな、うん、じゃあもう一試合だけ行きたいと思います、はい揃いました、頑張っていきましょう、どっちのステージやったから、どっちのステージもうやったからですね、もうが行方不明になりました、もう探してあげてくださいっていうね、まあしょうもないダダ滑りの何にも面白くないことを言いつつ頑張っていきましょう。さあ行くぞ、おーおー光ってるぞ、こっちの人やった、光ってる、これだけでテンション上がる。リッターの人が遠距離で、ほんであとは短距離、あでもジェットの人も誰か長射程かということは、寿司コラの人を前に行かしてあげるために僕はあれかな、インクアーマー全力で捧げていこうかな、よしいいぞいいぞ、ほんでリッターの人とかも射抜かないように頑張って、よいしょ、オッケー、これプレゼントして、ボムコンペイトボム効いてくるで、ほんま虫歯なるで、ほんまにめっちゃ虫歯なる、ほんとにコンペイトボム、ほんと舐めてたらあかん、皆さんもう虫歯だらけやから、めっちゃスペップちゃうわ、ステップしてかっこよかった、あちょっと当たってたのにやめちゃっぷなっちゃったよ、あインクアーマー使ってるぞ、気をつけろ、敵にもインクアーマー使いがいるぞ、あれか必戦おじさんやな、これ必戦おじさんには気をつけろと、カーリングボムにも気をつけろと、インクアーマー結構回ってない、なんか2枚ぐらいいるかな、敵の人にちょっと危険な感じがする、とりあえずエリアだけ取られへんようにして、この風船を爆破させたい、風船、あなんてこったパンナコッタや、キュートな髪型、なんかあられちゃんを思い出しましたよ、全くあられちゃんこんな髪型ちゃうかったけどね、ちゃー言うて、さあ頑張っていきましょう。今の倒せてたらだいぶ違いましたけどね、やられたんがほんと残念やった、ごめんね味方の人、ということでさボム投げてインクアーマーを使ってあげたい、リッターの人が今食べられてんのかな、オッケーオッケーオッケー、安心しよう、ゆっくり行こう、これインクアーマーじゃない、これカーリングボールで来てんじゃない、カーリングからのボールと、これはもう定番の必殺技やからな、ゆっくり行こう、4人でゆっくりゆっくりゆっくりや、1枚ずつ1人ずつ倒していくんや、そしたら勝てるからな、焦ったらあかんぞ、3対3か、オッケー、ボム投げてとりあえず下ろしてあげたいんですけどね、あナイス味方の人、最高最高、もう最高やほんまに、ナイス、カウントストップ、カウントちゃうわ、カウントストップ、はい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 、すぐ潰す、インカーマーどうぞ、ありがとう、はいはいほいほいほい、もうこういう感じでいったらいいねな、これ爆発させたら敵の人おるかな、あおらんけど、あガロン、あガロンの人もインクアーマーか、そこおったんじゃない、ボムシュッて投げてトーンってやって、無理か無理か、あかん、インクアーマーついてる、こんなん勝てるわけない、僕の実力で、逃げよ。諦めを感じやな、でボム転がしていってあげたいんですが、よいしょと、いい感じで倒されへんかな、ガロンの人とかね攻撃力のお化けやから倒せてあげれたらいいんですが、あーごめんね、やられ体温マニューバーだよ、名前がやばいわ。出てよ言うてる、出てよって、なんかポケモンの鳴き声ちゃうかったっけ、まあ頑張っていこう、ポケモンの話はいいんですよ、今イカの話しような、イカの話、よし塗るぞ、インカーマー取っていくぞ、取っていくちゃうぞ、発動させていくぞ、ナイスシャボン玉ですね、見てたでほんま、今のシャボン玉の光具合、ほんまインフィニティやったと思う、さあインカーマー使ってこれだけ取っときた、あぶらぶらぶら、うわー怖っ、ボールドの人に勝てた、今の喜びですね。よかった今の勝てた、ほんま神父によかった。
やられた、中盤に降りすぎた、もうちょっとお尻っぽいところにな、お尻っぽいところじゃわ、後ろに下がってよかったかもしれませんね。さあ、これや、ここ大事やで、諦めたら試合終了やで、ここでどうやって止めていくかやな、このマニューバーの人倒してあげたい、無理や、無理や、無理や、安心しろ、安心しろ、安心しろ、うん、落ち着け、落ち着け、安心しろじゃ、落ち着け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 、あかん、インクアーマーが、めっちゃ待ってる、インクアーマーが回り放題、食べ放題言うてな、やばい、これ、あインクアーマー溜まってたのにね、ああ負けちゃったなったね、うん、まあ最後はほんまただただやられてた動画ですね、カス動画でしたね。1試合目2試合目頑張って3試合目でボコボコにされるっていう、なんとも残念な結果になりましたが、まあ2勝できたから良かったということにしましょう。2勝できてよし、サンキューチャップということですね。うん、いい試合やった、ひび割れが2個ついた。でも黄色の線超えてるからいい感じでしたね。うん、終わりにしましょう。はい、ということで今回は若葉シューターを使ってガチエリアやってまいりました。うん、いい感じ、射程短くてもやっぱサポートできるっていうのがいいですね。インクアーマー貼ってるだけでもだいぶ違うと思いますよ。短距離シューター組の人と仲間になって突ってくれる人が味方にいたらね、すごい若葉も入る気がするわ。どうしても遠距離の人と戦って勝てない時はもうコンペイトーボム転がしておきましょう。もうボム三角のあんまいあんまいあんまいボム転がしておいて敵の人を虫歯にしたらチャップ最強ってなるんでね、皆さんもコンペイトーボムをいっぱい投げてくださいということで、いい感じに楽しみました。はい、ということで終わりにしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。